吉田さん、なんか代謝行為っていうんですかね、自分のできないことを誰かがやるのを見て、まあ、喜ぶみたいなね。で、誰かがやってるのを見てインスピレーションを受けて自分でもやってみるみたいな、まあ、確かに映画を見ながらあの車欲しいな、かっこいいなっていうふうなことがあったり、あとね、昔のヤクザ映画を見た後ってみんなね、映画館から出てくるときにちょっとね、ちょっと悪いヤクザみたいなこう気持ちになって、強気になったみたいにね、そんな感じで歩いてみたりとかね、したもんですよね。で、言ってみれば昔そのタバコを吹かす大人を見て俺もタバコ吸おうかなみたいに動機づけられたのもあると思うんで、世の中ね、なんと言いますか、こうカモを捕まえるためのマネーゲームが渦巻いているのかなっていうところはありますよね。まあ今日はどんなカモになるんでしょうか、そして誰をカモるんでしょうか。いってらっしゃい。